勝手に伸びて折れたんじゃない。もういい加減にしろ。どうはどうやろ。タカちゃんスポーツ2022お願いします。始まりましたよ、野球が。どうですか、前寝れないんじゃないですか、最近。もうまだメジャーがないんで。あ、そうですね。朝は大丈夫なんですよ。メジャーまだですもんね。ただあのデーゲーム、だって1時とか2時ぐらいはもうあっちゃこちゃあっちゃこちゃやってますね。そうですよね。大変ですよ。いや、今年楽しいですね。始まりましたよ。お願いします。まずはパリーグからいきますか。はい、お願いします。パリーグ、ソフトバンク3連勝強いですね。ビッグボス、日本ハムとのこの3つの試合、はい、新庄監督、ビッグボスは、はい、この開幕3連戦遊びです、遊びでやります、楽しんでやりますたら、ソフトバンク、はい、藤本監督、はい、うちは真面目だから、真剣だから真剣にやるよっつって、もうソフトバンクは 今年のキャッチフレーズが、はい、もっともっと藤本竹本じゃなくてピアノ打ってちょうだいのということで、神輿乗ってましたもんね。千賀君がですね、第1戦先発して、7回4安打8奪三振、素晴らしいピッチングです、はい、そして、第2戦は、はい、東山直君、はい、7回に失点、僕はアジア大学の時から直はあの可愛がってるんで、直は今年ちょっと気合入れて1年間投げてくれると思うんで、千賀君、東山君、うん、そしてあの野球盤で仲良くなったクリちゃん、クリちゃん1号2号調子いいですね。今日もきれいにライトにカッ、危ない危ない、投げてんじゃん何してんの本当に、伸びた伸びた、これがじゃあ普通にも、あ、普通にスピーカーっていうか、何が割れたの、何か折れたよ、何か割れたよね。うわ、もう全然これ自分のものだったらしこたま怒るくせに、違うじゃん、これが伸びたんじゃん、勝手に。何してんのよ、勝手に伸びて折れたんじゃない。もういい加減にしろ、どうはどうやろう、あっ、痛い、青木式青木式、なんで青木式がやるんだよ痛い、ほらスリッパがなくなっちゃったよ、タカちゃんの。もう痛いわ、見てこれ、これ何が飛んだのよ、多分もうヘッド、何壊れてんもん。大丈夫、見て見て、画像見て、画像映ってる映ってる、めちゃくちゃ壊す、もういい、これ伸びたのよ、落ち着いてくれ。クリちゃんがライトにすげえいいライナー、柔らかくしろ、もう今度クリちゃんだから今年、まあ、メールしました、3割30本100打点、栗原さんに、はい、で、クリちゃん今年はとりあえず3割目指します。あ、5番バッターですからね、すごいですよね。今あのグラシアル、ギータグラシアル、栗原君ってことで、グラシアルすごいですよ。ソフトバンクは今年いいですか、去年4位だったんで、はい、巻き返すじゃないですか。ちなみにビッグボスのところはですね、はい、万波くんとか、はい、清宮くんがホームラン、清宮くんのホームランでかかったな、でかかったですね、ガーンってもう完璧打った瞬間、うん、で万波くんも今日打ってました。そうですね、あの2人結構これから使っていったら、うん、ビッグボスもいい感じになるんですか、日本ハム。そして西武、西武出ます、隅田くんっていう、去年3球団か4球団競合したドラフト1位、はい、やっぱりいいピッチャーですね、いいですね、左手綺麗に打って140後半で、あとチェンジアップとか変化球、うん、7回1安打ですよ。いいピッチャー、やっぱ競合するようなピッチャーいいんだね。セーブ強いですよ、そしてアグーが、はい、アグーがオリックス戦の第2戦、宮城君だったんですけど、はいはいはい、初回この辺の高めガーンって綺麗に入れて、
今日もホームラン打った。だから1号、2号。アグー今年。やりますか。復活でしょ、また。ホームランを取るんじゃないですか。そして森君が今日、はい、逆転の2点タイムリー。パスがね、綺麗だった。やっぱ森君、山川君打って、うん、先発ピッチャーしっかりすれば、西武も今年また巻き返してくると思います。うん、そして、ズブズブロッテ。いやロッテ。ロッテ。ってそうですね、第一戦、石川投手で、勝ちましたね。勝ってきっちりですね、楽天打線を、0点に抑えて、それ、キャッチャーのあの松川くんと、はい、よくコメントくれる。高校でドライチで入ってきて、開幕スタメンで、うん、そうでしたね、マスクかぶって、石川くんとかリードして、はい、完封したんですからね。はい、それで今日の試合もヒット、はい、ライト前に綺麗に2本ぐらい打って初ヒットで、まあ、今日ゲーム的には負けてしまったんですけども、はい、山内くんも、いつもくれるね、スリーラン打って第1号逆転、一時期逆転、スリーランだったんですけど、あ、2連勝するかなと思ったら楽天が粘って、はあ、今日は西川選手、うん、日ハムから、うん、移籍して、はい、綺麗なヒットと、そしてあわや抜けるかというぐらいのセンターでの犠牲フライで、だから今日は佐々木朗希くんがですね投げたんですけども、投げてました、早かった、初回 164? もう完全にこうセットで入るね、セットで全部投げ方かっこいいんだよね、164出て149キロぐらいのフォークで、早かった、5者連続三振かなんかで1回裏から2回裏にかけて、ね、惜しくも今日勝ち負けはつかなかったですけど、ズブズブロッテは1勝1敗、楽天も1勝1敗ということで、オリックス、はい、オリックスは第一戦開幕は山本投手、はい、完璧でしたね、ちょっと今年も打てないですね、山本選手は、投手は、はい、勝ち回3安打9奪三振、いや全然だったね、宮城君が西武に捕まってしまいましたけども、うーん、山本君は今年もまた大エースの道を突き進んでいくでしょうね、井川さんも大絶賛してましたし、ということでスタート時点ではこのような感じでパ・リーグ3連勝、ソフトバンク、はい、そしてヤクルト強い、強いですね、セリーグ、もうね、サンタナが今日3本目打ったのが1、2、3号5割ぐらい打ってるんですよ、それでテッドも打って、テッドがまたね8-1から同点にしたのが確かテッドだったんですけど、完璧にダーンと綺麗にレフトに入れて、こうやってベース回る時のあのテッドの感じが、あのドヤ顔は久々に出ましたね、こう調子いい時の、どうだ高ちゃんライブないですか、開幕の、あ、俺結構、もう千賀君だとか、テッドだとか、村上君とか、坂本君とか、みんなに高ちゃんライブ送ってますか、祝開幕ってことで、今シーズン頑張ってねってみんなあの返事返してくれて、クリちゃんとかもみんな、今日そうで巨人はあれですもんね、はい、坂本君帰ってきましたね、はい、あの脇腹打ってましたよ、めちゃくちゃ打ってました、腹先やったって聞いてたら大丈夫です、いや大丈夫です、だとは戻しますってでもいきなり今日ホームランだね、でライト、あのレフト線二塁打、二塁打でした、4打数4安打でしょ、僕見た時は、え、本当？はなんか4打数4安打で僕見た時初回打って次に打って、うん、俺2打数2安打まで見てたけど4打数4安打でしたよ僕見た時、え、4の 4? 今日坂本くん、はい、あ、俺見てた時2の4、じゃあ坂本くんも今日戻ってきて4打数4安打、はい、おいで岡本くん今日のホームラン内角ギャーッつってそのまんま天井に当たるかのように、そうでしたね、ドンっていったホームラン、それであの中田大将もホームラン打って、昨日は中地が代打でタイムリーも打って大逆転で、ね、1900本目の安打で2000本まであと100本です、頑張れ中地、で、あの大勢投手というドラ1のピッチャーが今ジャイアンツ抑えで2試合連続セーブ、いいですね、
で今日やっぱ3試合連続投げさせないよね、今のあのピッチャーの起用は。だから今日結局最後ペドロさん、はい、ぐちゃぐちゃになっちゃって逆転になっちゃったけど、やっぱ大切に育てるんじゃないですか、この最後。2勝1敗、はい、ヤクルトはそうサンタナが1・2・3、オスナ、そして塩見君今日ランニングホームランで、うん、やっぱり強いんじゃねえの。強い、今年もやっぱ優勝したということで選手がまた乗ってますね、1個なんか殻を破ったという感じで、強いと思う。おいで今度の神宮開幕は多分奥川くん投げてくるでしょう。奥川選手ちょっと火曜日も楽しみ。そして広島も大瀬良くん、森下くんがきっちり投げて、そして今日は逆転、聖夜さんいないのに DeNA がもう今日山崎投げたんですけど、山崎が 9回に3点取られて、で逆転で広島3連勝で、栗林くんがきっちりセーブ。いや広島も聖夜いなくなったからって、ね、と思ってたんだけど、チームってこうそういう時にまとまるの ね、 そうですね、逆に。で俺は意外と今年 DeNA やるんじゃないかと思ったら、ね、オースティンとソトがなんだか分かんないけどオープン戦出てたのに調整不良で出なくて、今日佐野君、宮崎君、牧君って、うん、全員ホームランホームランホームラン打ってんのに逆転負けですよ。ちょっとあれですね、三浦番長つらいよね、オースティン外がいないとそうですね。そして阪神もですね、結局スアレスいないっていう、うん、だから結局ヤクルト大逆転くらい第一戦もそうだったんですけど、スアレス不在がちょっと響くかなという感じですね。中日は今日一応3連敗阻止して、はい、立浪さんも2試合目負けた時はすげえ厳しい。怖い顔してましたよね。なんせ、勝負事は喧嘩だから。負けちゃいかんのだって言ってたからね。いや、もう本当に気になってますよ。PL 魂だね。そうですね。僕、会いに行ってきましたもん。怖い。いや、やっぱ、すごいかっこよかったですよ。凛としてました。キャンプの初日に行ってましたからね。ニヤニヤしてたら外すからな。あ、言ってましたね。確かに言ってました。なかなかね。ボールを足でこう。打った選手がこうボール足で集めてたら、はい、ミーティングでいいか、ボールっていうのはな、足でやるんじゃない、手で集めろ、はい、それすごく僕同感です。僕も、はい、高校入った時に足で止めてるやつがいて、そいつ先輩にボッコになってました。サッカー部じゃねえんだよ。やっぱそういうなんかルールマナー、そうですね、道具を大事にするっていうことは基本の木なんで、そうですよね、だからその足で止めたりすると、お前何足で止めてんの、あその後はしっかりお説教です。ですよね、はい、なんかそういうなんか厳しさっていうか、監督としてのこの凛としたのなんか強さ感じました。だからビッグボスとは正反対のやり方してる。僕は本当に立浪さんかっこいいと思いました、はい、もう中日1勝2敗、はい、ということで、はい、阪神もちょっと佐藤君が ね、 そうですね、今年4番でどれだけ打つかが勝負でしょうね。三振してましたもん。去年阪神とヤクルト去年全く逆ですからね。そうですね、阪神が3連勝でヤクルトが3連敗、 それが今年全く逆のヤクルト3連勝で阪神3連敗という、うん、ちょっとセ・リーグは、こんな感じでスタートいたしました。いやー、でも楽しみです、ね、はい、はい、そして、はい、いよいよメジャーも4月8日開幕、はいはい、大谷さんなんとオープニングゲームで投げるというアストロズ戦。これでもオフとか合わなかったんですか、高さん。僕がとあるところで会いまして。あ、本当ですか。大谷さん噂では聞きましたけど、はい、どこで会ったかは言えないんですけど、私に一言、はい、もう12月に会ったんです。はい、杉谷さん、はい、野球盤出ないんですか。あ、大谷さんも気にしてるんですか。はいはい、大谷さん、自分のことだとかそんなことは一切言いません。はい、杉谷さんのことだけでしたね。あ、杉谷さん、はい、出ないんですね。すごい心配してました。大谷さんといよいよ高さんが接触したと。はい、いやで、聖夜君が今年、シカゴカブスということで、はい、多分2番ライト
とかそんな感じ。いやー見たいですね。楽しみですね。あそんな、はい、杉谷さん、はい、今週の杉谷さん忘れてましたね。ビッグボス3連敗の中杉谷さん一体どうしてるか、はい、なんと杉谷さんお願いします。2軍にいます。2軍いるんだ。はい、なんか調整不足らしくて調整してよ。調整不足って杉谷さん杉谷さん調整不足というのは坂本くんみたいな、ね、バリバリレギュラーがちょっと脇を痛めて調整不足のためって試合休むのはあれなんですけど、杉谷さんの場合調整不足じゃないんです。杉谷さん実力不足です。杉谷さん頑張らないの。ほら万波くんとか清宮くん打ってんだから。杉谷さんそうですよ。お杉谷さん今2軍にいるんで、また今週も鎌ヶ谷さんになってます。いやーもう鎌ヶ谷さんじゃ鎌ヶ谷さんで、早く皆さんですね杉谷さんが1軍に戻ることを願ってください。いやー見たいのに。代わりにしてあれが魂が頑張ってますんで、松本さん松本はこの間4番に入ってました。あ4番で2安打ぐらい打ってましたね。提供もじゃあ魂頑張ってますんで、チーム魂頑張ってください、はい、そして今日大相撲は新関脇若隆景全部見ますからね。高安を優勝決定戦で破って、はい、新関脇で優勝ってすごいですね。来場所10勝ぐらいしたら大関になっちゃうかもしれないです。そうですね、はい、また高安ダメだったんですね。また盛り上げてほしい。そしてサッカー日本代表なんとワールドカップへ決まりましたね。三笘くんすごかったね。キレキレだね。ああいうやっぱスターが出てくるんです。やっぱ残り10分ぐらいで、うん、もうあのドリブルだとディフェンス足ついていかないんだね。そうですね、まあ、オーストラリア強いですからね。いやでも三笘くんすごかった、うん、よく明日、はい、明後日ぐらいベトナム戦で最後。そうですね、最後こっからそうですよ、うん、こっからいわゆるカタール11月まで代表を絞り込んでいくわけですからね。だからこっからまた新たな戦いが始まるということ で、 で私、はい、長友選手に、おタカちゃんライン、おめでとうございます。さすが腹筋走り。あの人腹筋と体幹が強いんで、すごいですよ。腹筋走りするんですよ。ずっと腹筋で走ってこれだって。長友さんは、ね、だからブレないんです。ブレないですね。すげえヨガとかいろんなものを取り入れて、はい、体幹鍛えてて、はい、腹筋でこう走るんで、さすが腹筋走り健在ですって。打ったらこれからが戦いですから、頑張りますと。長友さんだって出たら4大会連続ですよ。すごいですよ長友さん。みんなやめてっちゃってる中、長友さんだからすごいんですよ。すごいですよ、うん、だから16年ぐらい一流だってことですよね。さすがですよ長友さん。すごいです、はい、まあそんな感じで始まりましたよ今年もタカちゃんスポーツ。 いきなりもう曲がっちゃいましたけども。いやもうやめてよカメラ壊すの本当に。もう大変な勢いですよ本当。今日はズブズブないんですね。今日はズブズブないです。ないですか。ズブズブないんですけど、ロッテの候補カジーから、タカチャンネルズ、もまた、今年もズブズブよろしくお願いしますというラインはもらってます。なるほど、はい。開幕ですからもうロッテホーム。あそうですよ。火曜日行かないと。行きますか。火曜日。じゃあもうちょっと連絡しておきますわカジ。火曜日。これは多分ズブズブとしては僕らも行かないといけないですね。ね。はい。マリン開幕ということで。マリン開幕は。今週のご一室は。あご一室誰ですか。ヤクルト。はい。サンタナ選手。うわこの3連戦3発。すごい。3発。サンタナが3発と、ということで、はい、3連勝立役者サンタナ選手が今週のゴイスゴイスです。はい、そしてですね、はい、なんか今月ではね、来月4月にですね、はい、ちょっと野球版でおなじみ、はい、帝京の後輩、はい、吉岡がですね、吉岡さん監督をやっています、はい、富山 GRN サンダーバーズのですね2022年シーズン開幕戦が4月10日にボールパーク高岡というところで12時から
試合やるんです。ほう。ここにですね、あの吉岡から電話がかかってきて。ああ、吉岡さんから。高橋さん、ちょっと盛り上げてください。ああ、もう、かわいい後輩のために。ね、高橋さん、かわいい。二肌脱いでやろうということで。脱ぎますか。ええ。なんと、私一人じゃ不安なので。そうですか。ゴルゴ呼びました。あれ、も不安な人呼んじゃってるんじゃないですか。高田一人でいいんじゃないですか。なんせ、はい、このボールパーク高岡というところは1万人入れるらしいんですよ。だから1万人なんとか集めようじゃないかということで、この高ちゃんスポーツ2022の急遽この富山サンダーバーズの開幕戦行きます。ボールパーク高岡へ、ええ、それでマッコイちゃんとかもいろいろこう回して、はい、だから企画あるんでしょ。そうですね、なんかこうボールパークにカメラ置いて、はい、タカちゃんを笑わしたら1万円みたいなやろうかな、はい、うん、なんかそうして、なんかあの面白いことできたら、うん、このタカチャンネルズで、そうですね、オンエアしたり、ね、オンエアするみたいな、なんかカメラに向かって一発大会みたいな、カメラに向かって一発大会、これをタカさんが見て、ええ、面白かったらタカチャンネルズでなんか地方の面白い人として、ええ、なんかどん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 スター作っていこうじゃないかって僕も思いますよ、ええ、そしてゴルゴさんと一体何をやろうか今考えてるんですけど、うん、4月10日ボールパーク高岡でこの2022シーズン開幕戦をゴルゴと一緒に盛り上げようじゃないかと。そうですね、いやいいじゃないですか、スポーツ王の、ね、メンバーで、ぜひですね、富山の方、富山だからそうですね、石川県の方だとか福井の方とか、新潟の方とかどんどん集まってですね、この吉岡の監督をやってるサンダーバーズを応援しにボールパーク高岡の方に集まっていただきたいと。僕らも行きましょう。はい、吉岡さんいい人ですし、ぜひ、はい、お願いいたします。当日は私とゴルゴとそしてマッコイが行きます、はい、行きます。ボールパーク高岡に全員集合、集合です。懐かしい。なんでアホキシンヤやるんだよ